はい、皆さんこんにちは、こんばんは、パフォーマーの後藤拓磨と長谷川誠です。はい、2日からですかね、ライブオンラインが、ABEMA さんにて、7夜連続独占生配信という形で、ライブオンラインが開催されているんですけれども、僕たちは出演する日が8日の水曜日となっておりまして、まあ刻一刻と近づいてきてるんですけど、なんか見どころとかありますか、まこちゃん。そうですね、まあ今回、まあ、ライブオンラインっていって本当に新しいエンターテインメントの試みなんですけども、うん、本当になんか、うん、なんだろうね、新しいよね。新しい、本当にこうライブでは体感できないような、本当にライブオンラインでしかできない演出もすごい盛りだくさんで、映像だらけね。で、なんかその2日からあの順にあの日ごとに、アーティストが変わっていくんですけど、内容もね、全くその各グループによって色が全く違うんで、ね、僕たちも結構見させていただいてるんですけど、全然別物なんで、なんか毎日なんか飽きないね、楽しいよ、ね、感じな、俺らもね、見てるもんね、うん、はい。ということで、8日なんですけれども、まあ、自粛の期間があったりと、僕たちも、パフォーマンスできない日々が続いておりまして、やっとこうして皆さんの前で映像画面越しではあるんですけど、パフォーマンスできる日が近づいてますので、チケットは当日ギリギリまで買えますし、見逃し配信もあったりしますので、はい、そちらの方もぜひチェックしてみてください。ということと、あとですね、ルームグッズと言って、ホームグッズだ、ホームグッズと言って、ごめんなさい、間違えました。ホームグッズって言って、まあ今回ね、まあ、自粛期間とかすごい長かったので、こうお家の中でこう活用できる、グッズを僕ら2人で、まあ、ディレクションさせてもらって、作らせていただきました。はい、あのね、サメちゃんね。そう、サメちゃん、サメちゃん、ランページといえば結構暴れん坊っていう意味があるので、うん、まあ、ちょっと今回その暴れん坊なイメージのあるサメをちょっと用いてデザインさせていただいて、だいぶね、女性でも男性でもどちらでもいけますし、ね、お家の中でも誰でも着れるような、ちょっとサメではあるけど柔らかい雰囲気のデザインになってますので、うん、はい、そちらもね、あれ、そちらは12日の23時59分まで YouTube ライブでいますので、皆さん、ね、はい、よろしくお願いしますてな感じで、はい。なので8日の、ライブオンライン祭りの締めはランプ締めくくり、はい、はい、ということで皆さんぜひ見てください。よろしくお願いします。お願いします。バイバイ。